はいどうもジールマンです。今回はですね、いかにもガチャガチャっていう感じの商品を回してきたのでご紹介させてください。今回回したのは玉球さんの指ズボン全5種です。まあ、ただご覧いただいている通りここには4個しかなくてコンプリートはできませんでした。こちらが今回のラインナップで、僕が手に入れられなかったのは一番右のチェックスカートですね。これがね、回しても出ませんでした。まあスカートタイプは1個出たので雰囲気とかは伝えられるのではないでしょうか。てなわけでこちら早速開封していきます。でですね、こちらカプセルの色と中身は連動していないので一気に開封します。はい、ということで開封してきました。いや置き方ねめちゃんこ脱いだら脱ぎっぱなしみたいな置き方してますけれども、まあ、かといってね、これはこれで畳んで置いとくとまた変な感じですよねいやちょっとこの絵面が面白くてね、このままで動画回してます。とはいえいつまでもこの散らかった絵面では申し訳がないので、早速ねこのデニムパンツから順に見ていきましょう。はい、こちらがデニムパンツになります。こっちが前でこっちが後ろ。結構ねちゃんとデニムっぽいプリントがされてるんですね。まあ、ただこのズボンの材質は全種類ねポリエステルでございます。なのでそのデニム生地ではありません。そしてこちら商品名が指ズボンということなので、早速ね指に履かせてみます。はい、ということでデニムパンツを指に履かせてみました。いやこれね今ねすんごい角度で写してるんで、ちょっとね腕戻します。はい、ということで腕がねじり切れるかと思ったこちらがねそのデニムパンツでございます。結構ね柔軟に動かせます。いい感じでねこうやって指の運動みたいなできますよ。ただちょっとね動かしてると少しこうやって下にずれてきちゃうかな。そして指に履かせた時の後ろ側はこんな感じ。そしてこちらねこの膝部分だけじゃなくて股関節周り、この辺も結構ね可動が優秀なので、こんな風にグッて開いたりしても特にね破けそうみたいな感じはないです。はい、ということで続いてはジャージ。こちら赤に日本線っていうね非常にオーソドックスなデザインとなってます。後ろ側はこのライン以外は特になんもない無地で、前側ここにねガチャのカプセルみたいなマークが施されています。この玉球さんのねここの真ん中のマークかと思ったんですけど、それともね微妙に違う、いわゆる本当にシンプルなガチャガチャっぽいカプセルなんですよね。ちなみにこちらも内側はこんな感じ。はい、ということで続いては袴です。もちろんねこのガーベラストレートは付属しません。そしてこちら実際にお腹あたりにね紐を結んでるようなプリントはされてるんですけども、袴かって言われると非常に微妙なとこですよね。個人的には袴っていうのであれば他のズボンよりもね裾を長くしてほしかったなっていうのがありますね。まあ、無理にね袴として扱わなくても、このねお腹あたりに十字の入ったちょっと V 形っぽい縦縞のパンツみたいな風に見れば、いろいろとね他に使えるところがあるかもしれません。ちなみにこちらが後ろ側、いや非常にシンプルなデザインですよね。なのでこっち側を前にしてズボンと言い張るのも手かもしれません。まあ後ろ側はねよくわかんないごちゃごちゃになりますけどでもね本当前だけ見ると全然ありですよね。はい、ということでこちらプリーツスカートになります。今回ね僕がご紹介する中では唯一のスカートタイプで、こちらねこのお腹周りが緩いのか指を閉じると抜けちゃうんですよね。ちょっとセクシーなことになっちゃうんで、これご勘弁いただきたいななんて思いました。ただ他のズボンと同じく柔軟性は結構あるのでね、こうやって自由に動かすことはできるし、足を開いても、まあ足を開いてねえや指をねこのように結構開いても
それなりにね、ズボンほどじゃないですが、動かすことが可能ですね。そしてデザインはこんな感じ。黄色のね、このボタンかなんかのワンポイントがとても可愛らしいです。そして後ろ側、こちら非常にシンプルなものです。てなわけで今回僕が回してきた4種類お見せしたわけなんですけども、小型玩具大好きヒーローが紹介するってことは、これ何かのフィギュアに使えるんじゃないかって思いますよね。ただね、残念ながら本当に何にも使えません。まあね、ある程度大きいものとかだったら合うかもしれませんが、少なくとも24分の1っていうのはね、全く使い道がございません。はい、アクアシューターズに合わせるとこうなります。なんとにすらなりませんね。そして12分の1スケールだとこんな感じ。丈は合うんですけど、やはりウエストがガバガバなんですよね。柔軟さはそのままに、ウエストがこれくらい締まってれば全然使えたかもしれません。そして12分の1で丈がちょうどいいということは、ウエストに合わせてこれ以上大きいフィギュアを用意しても、今度はね、丈がツンツル点になってしまうってことですよね。なので探せばもちろんぴったり合うのはあるかもしれませんが、基本的に汎用性は全くありません。あくまでも指に履かせて、このおバカな感じを楽しむガチャガチャらしいアイテムということです。最後にどうしても気になったんで、このプラモデルのウッディで試してみました。どうです、いい感じでしょう。ただね、後ろ側が余りまくりなんですよ。いや、これいけると思ったんだけどな。やっぱね、この商品をそのフィギュアとかに合わせるんであれば、このね、ウエストがネックでしたね。とはいえ、指遊び用のズボンとしてはね、非常にバリエーションも多く、稼働も優秀なので、もう子供に関わるお仕事であるとか、あとね、お子さんのいるご家庭なんかでね、こうやって実際に買って、お子さんたち、子供たちと交流するね、きっかけとして何か使うっていうのは、とても有用なんじゃないかななんて僕は思いました。特におすすめなのはこのジャージですね。こうやってね、小さいボールを用意して、指サッカーを楽しむとか、あとは、この、ジャージを履いて、10円サッカー、これ知ってる人いますかね。10円玉3つ使ってね、遊ぶゲームなんですけども、そういうのをね、実際にやったりするとめちゃくちゃ盛り上がると思います。ということで今回は玉球さんの指ズボンのご紹介でした。サイズは合わなくとも、これはこれで楽しそうだね。このジャージで友達と指サッカーしてみたいよって思う方も、そうでない方も、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。Twitter のフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。またねー。